が出てる。公式 CD によって全てのハドロン間の相互作用を決めるということは、宇宙の成り立ちを調べる上で非常に重要なことです。公式 CD という手法を使って素粒子クォークとグルーンの運動の様子を計算しています。それを使ってクォークグルーンからできる粒子であるハドロンの相互作用を研究しています。特に私が興味があるのはハドロン間の相互作用をした時に出てくる共鳴状態というものに興味を持って研究しています。ハドロンというのはクォークとグルーンの結合によって生じる複合状態なんですが、ハドロン同士をぶつけると内部でクォークの組み替えが起こります。でその時にハドロンの相互作用というのはですね、手で計算することができなくて、基本的にはスーパーコンピューターによる計算でしか得られない、もしくは実験データを解析する、その2つしかありません。で私が対象としている PC ペンタクォークというのは、原子核の中にある陽子と重いクォークであるチャームクォーク、反チャームクォークのペア、これが各地にくっついたような状態が PC ペンタクォークです。で5個クォークがあるので、ギリシャ語の5という言葉を使ってペンタクォークと呼ばれています。これは重いクォークなので実験的にも分かることが難しいものです。一方公式 CD ではクォークの質量が重い方が計算が簡単になるので、そこを補うことができるような形になっています。 QCD というのは強い相互作用する素粒子クォークとグルオンに関する理論なんですが、私が用いているのはハル QCD 法と呼ばれる公式 CD の手法です。でこれは公式 CD でまずハドロン間の相互作用の情報ということでポテンシャルというのを計算します。でこのポテンシャルというのを使って物理量を計算するという手法です。でこの公式 CD による計算と実験データという2つを比較することで、より現実世界を正しく理解することができると考えています。公式 CD では現実と違って時間空間の体積が有限であるということがあります。この体積をできるだけ大きくするということが、より現実的なシミュレーションをするということになります。またクォークの質量というのもパラメータにあるんですが、これが大きいほどシミュレーションが簡単になる、で小さいほど難しいということになるんですが、より現実の値に近い小さいクォーク質量で計算を行うためには大規模なコンピューターが必要になって、それには富岳が非常に有力であるということになります。公式 CD というのは数値計算なので、プログラムを動かせば何か数字は出てくるんですけども、その数字が正しいかとか、ちゃんと期待通りの振る舞いになっているかっていうのを確かめる必要があります。でそれが理論で予言されるような振る舞いになっているっていうのを確かめられた時が達成感があります。逆に期待通りの振る舞いになっていなくても、それが何でだろうっていう考える、そういう楽しさもあります。まずハドロンというのはですね、大きく分けてバリオンとメソンというのがあります。バリオンというのは一番簡単な構造としては、クォークが3つあるような状態です。でもう一つのメソンはクォーク1つと反クォーク1つ、こういったペアの形になっています。大きく分けてこういうものがあるんですけども、例えばこのペンタクォークといったような5つのクォークでできている状態、それからこの合計4個のクォークでできているようなもの、これテトラクォークと呼びます。2つのような状態に対して下のような状態というのを普通の状態でないという意味でエキゾチックハドロンと呼んでいます。でエキゾチックハドロンとそうでないものをどうやって見分けるかなんですけれども、ハドロンの中にクォークとか反クォークのペアを加えてやると量子数というのは変わらないわけですね。なのでそのペアが対消滅をすると、それは何もないのと見分けがつかないので、こういったものが実際にハドロンの中に存在するかっていうのは、性質がどれぐらい一致するか一致しないのか、定量的に比べてやることでしか判別できません。ただ PC ペンタクォークのような重いチャームクォークのペアが中に入っていると、チャームクォークというのは質量が重いので、この対消滅というのはなかなか起きません。なのでチャームクォークの99バーのペアがくっついたようなハドロンと、くっついてないハドロン、この2つは非常に性質が異なるということで見分けることができます。でそれが PC ペンタクォークというものなんですけども、 PC というのはですね、共鳴状態と呼ばれていて、散乱実験で粒子がぶつかったところに短時間だけ現れるようなものです。でこの図はですね、この粒子が2つ入ってきて、でぶつかった結果何かよくわからないことが起こって、短時間だけ中間状態として
PC が出てきます。でまた最後にまた別のハドロンのペアとして出てきます。でこの時にですね、違うハドロンになって出てくるってことが起こり得ます。入ってくる時と出てくる時のこのハドロンの組み合わせ、これをチャンネルと呼んでいます。で入ってくる時と出てくる時のチャンネルが変わることをチャンネル結合というふうに呼んでいます。でチャンネル結合の効果を取り入れるために相互作用ポテンシャルという形で計算するんですけども、これが例えばこの11というのがチャンネル1からチャンネル1に行くようなポテンシャルで、12というのがチャンネル2で入ってきてチャンネル1で出てくるようなポテンシャルというような形で 4×4 のポテンシャルが定義できます。でそこから PC を探していくという戦略です。こちらがシミュレーション結果です。で、4×4 の結合チャンネルのポテンシャルになっています。でこれが0より下になっているというのが引力になっていて、0より上というのが積力を表しています。なのでこの NJ-Psi というのは短距離に反発し合うような力が働いて、ちょっと離れると引力があるという構造になっています。でそれに対して例えばこのラムダ CD バースターで入ってきて NJ-Psi で出ていくというようなチャンネル間の遷移のポテンシャルを表しています。で、まあ、他も同様です。で見ていくとですね、でこの右下が入ってくる状態も出ていく状態もシグマ CD バースターというチャンネルです。でこのチャンネルのポテンシャルを見てやると短距離で非常に強い引力があるということが分かります。この引力によってこのシグマ CD バースターという緩い結合状態が生じると。でその結合状態が他のチャンネルへの遷移によって壊れて別の粒子となって出ていくと、そういうような共鳴状態というのが PC であるという報告があって、まあ、このポテンシャルから、まあ、その傾向が見られます。ハドロンの共鳴状態というのはクォークグルオンが緩く結合したような状態のことです。これは時間の経過で自然に壊れてしまうので自然界には存在しません。で加速器実験で電子とかハドロンとかガンマ線とかそういったものをぶつけることによって一時的に生じます。で加速器実験で衝突させる時のエネルギーをだんだんと変えていくと、ある特定のエネルギーのところで反応速度が急激に大きくなります。でこの時にハドロンが共鳴しているような状態ということでハドロンの共鳴状態と呼ばれています。物理学において理論と実験の比較っていうのは非常に重要なんですけども、実験側ではチャームクォークを含むようなハドロンの相互作用というのは調べるのがなかなか難しいものになっています。一方公式 QCD ではクォークの質量が重い方が計算が簡単になるので、まあ、そこを補うことができるような形になっています。でこの公式 CD による計算と実験データという、まあ、2つを比較することでより現実世界を正しく理解することができると考えています。ハドロン間相互作用というのは、まあ、全て原理的には公式 CD で計算できるものなので、究極の目標はこの全ての相互作用の情報を計算したいと。でそれによってハドロンというのはこの宇宙の基本的な構成要素ですよね。その性質を明らかにするということは宇宙の理解を一歩深めるということに貢献できると考えています。